こんばんは。本物来るよー。すイエーイ。よろしくお願いします。お願いします。パソコン。はい。なんかもくもくしてるけど。煙が。どうなってる？何？あれ？フィープさん。え？え？なんか音。お、お前か？何ですか？何？え、何？え、こっち開くんだ。え、こっち開くんだ。え、どういうこと？ヒープさんは？ヒープさんがいない。マジで知らないんだけど。はい。おお。なんで？おお。あ、マジか。おお、あ、火つけた。おお、すごい。おお。え、え、ヒープさんどこ行った？ヒープさんが。ほらほらほら、火つけた。火つけた。火つけた。おお、はい。どうされました？え、待って、どうされました？ヒープーさんは、あ、主人公まだ出てきてないんですけど、こんな番組だったか、あれ、あ、嘘だ、あれ、あれ、あ、あれ、あれ、うわー、すげえ、すげえ、出たー、すげえ、ヒープーさん、マジ、さっきまで一緒、普通に一緒にいたのに、いきなりなんすかこれ。ですよね。ほう、来た。おい、慣れてないな。慣れてないな、これ。すげえ。すげえ。すごい。お、お、お、あれ？え？椅子直しただけ。椅子。ただ自分で椅子直しただけ。ただ倒れてただけ。皆さん、こんばんは。お、すげえ、はい、今週も始まりましたヒープホップ55分間生放送でお付き合いくださいということで、え、煙、スモークすごい、つからいつからこんな、こマジでこれはですね、はい、今日いつもよりちょっと早めに入りました早めに入ったらカゴに入るんですね。だからなんかトイレ行ったり落ち着かない感じで、早めに入った成果がね発揮されましたね。すげえ、800回超えて初めてあっちが開いたんだ。あれ開くんだな。やるときやるんだな。すげえ。今のすごかったな。火つけてから。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫、全然大丈夫です。さあ、じゃあですね、早速、ラインナップ。あ、そうだ、新年度一発目なんですね。そうだ、4月だから。よろしくお願いします。はい、またね、今年度もよろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは早速ゲストお呼びしましょう。どうぞ。やったどうも、いやいや、ほんと嬉しい、ファイタイ、ファイタイ、嬉しい、まあ、まあ、800回以上にわたる歴史の中でここが開くという珍しい世界に私を呼ぶという、なんというマニアックな番組なんですが、皆さん、はじめまして、声優、ナレーターをやっております木村京也と申します。この声、この声、ヒープわあ、マジで感動する、喋ってる声がね、めっちゃ感動する、つい顔出しまでしてしまいました、すいません、はい、この画像を撮ってマヨケン使ってください。マヨケン、よろしくお願いします。本当に沖縄よくいらっしゃるんですか？もうね、本当に個人的に沖縄すごい好きで、年10回ぐらい来てるんですよ。結構そんなに来るんで、こんなに来るんだったら1回ぐらい沖縄のテレビ局に遊びに行こうと思って、はいはい、私全国のアナウンサーに弟子がいっぱいいますので、はい、ここの例えば近所アナウンサーとか、はい、昔アナウンサーだと本橋さんとか、そうなんです、そうなんですよ、ちょっと私を出しなさいって言ったらヒープホップの声にすぐ使ってくださったんで、ありがとうございます、光栄です、本当に、これからもお願いしますっていう話ですから ね、いやー、箔がつきましたね、本当に番組の箔がつきましたよ、ありがとうございます、多分皆さん方に一番耳なじみがあるお声を今からやりますと、めちゃめちゃイケてる、すげー、本物だ、うわね、すげー、鳥肌立つ、もうめっちゃ聞きましたよ。もうずいぶん前もやってたんですよ、例えば電波少年ってね、早速松村は強い決意を胸に国会議事堂へと向かった村山総理の眉毛を切るために、その時撮影終了、あーとかこういう、本物だ、すごい、生で聞いた、すごいな、まあ、例えば、もうちょっと細かいのは、クイズミリオネア、うわ
すげえサービス精神おりですね。どっちの料理ショーとかね、 VVV シュランとか、あ、こんなのもありましたね、あのポケモンさんでーす。すげえ、まあね、いっぱいやってもね、あれですよね、まあ本当は皆さんが立派なっていうか、あの皆さんたちの青春とともに、はい、まあ、たまたま私がやってた番組が皆さんの青春の思い出の中にあるんで、私が言うと皆さんが脳内再生してくれるんですよ。これがありがたいというかですね、はい、いや嬉しい。特にヒップホップ終わって、うん、このチャンネルでめちゃイケっていう、この流れで聞くことができますんで、なんか特に馴染みがあるんです。そうだったんですか、はい、もうね、見てなかったらもうちょっと勉強がよくできて。いやいやいや、あれで学んだこともあるんですよ。そうそうです、嬉しい、はい、ね、あの木村さんにこんなの聞くのもちょっとなんか恐縮なんですけど、はい、なんかあの特技とかあったりします？今日得意技っていうのが ねお題なんですけど、いろんな特技はあった方がいいんですけど、もう本当にね、潰しが効かなくて、はい、だから初めて置かれる原稿を読むのは大体得意ですね。あ、これお仕事柄とか、まあ、ロープって言うんですか、読んでなんぼのもんでしょうというところで、大体ナレーターというのは原稿をとちらずに読むというのが仕事なんですね。かっこいい。その時点で噛んでないんですよ。マジですごい、ね、業務上の声になっちゃった。ちょっと本当は可愛い声で喋ろうと思ったのに。じゃあ、ね、じゃあちょっとじゃ あ, あのすげえ あるんですか、はいはい、もういきなり、あ、ストップウォッチがある、うん、ストップウォッチがあるってどういうことなんですか、うん、これは決められた時間で読めるってことですか。まあちょっとトライしてみます。制限時間40、初読みで、はいはい、さらに時間もぴったりにいけるっていう、はい、めちゃめちゃすごいな。これ制限時間が45秒で、うん、初見の原稿を初見の、ね、ちょっといやいや、あのこれはあんまりスタッフになんかこう期待を持たせすぎましたかね。向こうがなんかこう鼻息荒く原稿を用意してるのが見えてきたんですけどね。私そこまでむちゃくちゃ言ってませんけど。じゃあもう渡したらスタートでいいんですか。じゃあ僕が押すときにスタートで。2枚なんじゃないの、違うの、こっちは僕らが見る、じゃあ渡しますね。はい、じゃあ渡して、はい、そうですね、もうここからすぐ行った方がいいですよね、未来より、はい、では行きたいと思います。45秒お願いします。せーの、土曜夕方6時生放送のヒープーホープ MC は沖縄を代表するラジオスター、サンドの飯より旧車好き、沖縄芸能界のドンヒープーと、県内の名だたるお笑い賞レースを手中に収めてきた地元が同じ幼馴染コンビ、沖縄のトンネルズこと小刻みインディアンサーネーとムーリー、そして群雄割拠のオーディションを勝ち抜き、晴れて4代目ヒープーガールに大抜擢されたダンスが得意なシンデレラガールカーコー、個性あふれるレギュラーメンバーの自由で軽快な掛け合いに独創的なセンスとユーモアがあふれる視聴者メールが合わさる、まさに沖縄らしいチャンプルーな魅力たっぷりの55分間生放送ヒップホップ今日もめちゃめちゃイケてる放送をお届けしますよ。最後まで楽しんで見てね。はい、いきます、はい、発表します、はい、1分1秒です。何をオーバーしてるんだ、1分1秒何をオーバーしてるんだ。ごめんなさい、サービス精神、サービス精神、サービス、めちゃめちゃサービス精神。ちょっとあのね、さっきあの私も緊張のあまりトイレに行ってしまって、マイクつけたまま行ったんで、私のしっこの時、音声さんちょっと切っといてマイクを、それでちょっともう本当にありがとうございます。めっちゃ光栄、貴重ですよこうやって生読み。ありがとうございます。ね、だいぶ過ぎましたね。ごめんなさい。俺もあの45で止めようか、やらせをしようか、とってもドキドキガチでしたね。でもね、これめちゃイケってね、本当全部初回で読まなきゃいけないんで、あれって一発撮りだったの。だからあの鍛えられたけど、やっぱり終わって3年も経つとやっぱりだいぶ良い。いやいやいや、すごいすごいすごい、ありがとうございます。すごい感動しました。ぜひもう少し遊んでいってください。あ、もうぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。後半へ続く。うわー、やったー、これまで。ちぃわるこちゃん、今から始まるんですよ。あ、そうだ。ではまずはこちらのコーナー、沖縄爆笑伝説。うん、やったー、これで一緒にできた。嬉しい、嬉しい、嬉しい、やったやった。初めて見たマイクに近寄ってるヒープーさんですね。ありがとうございます。嬉しい。はい、今週のお題は得意技となっておりますよ。行きましょう。はい、では行きましょう、はい。ヒープネーム、ロコミパスカル大城さんいただきました、はい。ありがとうございます。
小学生の時マイケル・ジャクソンのムーンウォークをドゥシのヤースが独学で習得して自慢げに披露してたら、妬んだいじめっ子に目をつけられ、うん、1組から5組までの渡り廊下を泣きながらムーンウォークさせられてかわいそうに、あれ泣きながらやるもんじゃないよな、やれって言われて、やれってずーっとこれはもうムーンウォークじゃなくて後ずさりだったんですよ。はいはい、ヒープーネームピーシャーマンさんからいただきました。ありがとうございます。おばあの家に遊びに行ったらテーブルにネギが一粒落ちていた、うん、それをおばあはじーっと見つめていた、うん、何してるのかなと見ていたら、その後ハエ叩きでしたたか叩きまくっていた。どうやらおばあは一粒のネギがハエに見えたようで、いつもスローなおばあが勢いよくネギを叩きまくっていた姿を見て笑ってしまった。ネギネギ色がな、そもそも動いてないけど。そうなんですよ。色がな。はい、続きまして。はい、続きましてヒープーネームヨロピクミンですさんからいただきました。ありがとうございます。小学生の頃、グループ別で給食を食べていた時、私のグループには俺牛乳の早飲みが得意と必ず宣言してから早飲みをするやつがいた、うん、そして毎回吹き出し周りに撒き散らす。あの定番のあるんだ。あこういうの流行ったからね、なんかね、飲んでる時に笑わすみたいな、ね、さあなんと今回ですね、はい、木村さん来ていただいているのでメールも読んでいただきます。いや嬉しい、私読ませてもらいます。ラッキーですね、この人いいな、はい、嬉しいな。ヒープーネーム、はい、ひよこ豆さん、ありがとうございます。いいな。では読ませていただきます、はい、絵を描くのが得意技の3歳の息子、祖父母の新築祝いに行った時、寝室の真っ白い壁にクレヨンでデカデカと落書きをしていた。おばあが落書きしました、ごめんなさいって言いなさいって叱ったら、号泣しながらお絵描きしました、ご覧くださいって言っていた。面白い、面白い。木村さんが読んだら倍面白い。そうなの、もう、すごい。ネタも面白いんだけど、ナレーションつけたらもっと面白い。本当に面白いですね。ね、読み方大事なんですね。ごめんなさいが、もうここ ご覧くださいが。ひよこ豆さんラッキーだな。続きまして、はい、イープネーム二度見される女さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。昔やんちゃしてた彼と初ドライブデートすることに、うん、彼の好みに合わせてゼブラ柄の服をつけて行ったんだけど、そう、車を見てびっくり、車のシートと服の柄が全く同じだった。助手席に座った途端車のシートに同化してからは二度とゼブラ柄の服をつけなくなった。半年後ヒョウ柄の服をつけていったら、今度はヒョウ柄のシートに変えられてちょうど同じく変わってるんだ。彼にお前カメレオンみたいな技があるなって言われた。いやこっち側はしてるんじゃなくて、ね、勝手にそこのシートが変わってるんだ。顔面だけ浮いてるってなるんだ。ヒョウ柄のシートってどんなやろ。はい、はい、ありがとうございます。さて、番組内で紹介した過去の沖縄爆笑伝説はウェブサイトでもご覧いただけますよ。はい、はい、こちらの二次元コードからアクセスしてチェックしてみてください。はい、ということで、あっという間のお時間なんですね。またぜひ遊びに来てください。はい、木村京也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃデージイケてる。やったーデージも入った。ピープーさあ続いてのコーナーこちら、沖縄爆笑伝説パート2だよ。おーできた、できてるよ。おいかっこいい。最後焦った、忘れてた。最初の動きが、はい、今週のお題は得意技となっております。はい、はい、では行きたいと思います。ヒップーネーム八重瀬の風さんいただきました。ありがとうございます。得意技は天ぷらの具が魚かイカかを当てることです。当てる確率は 50% です。いや、もう得意技じゃねえし。俺たちと一緒、みんなと一緒、みんなと一緒。はい、続きましてヒープーネーム空飛ぶ光さんからいただきました。ありがとうございます、はい、中学校の頃ストップウォッチで10秒ぴったりにするのが天才的だった M 君、はい、うん、でも遅刻の常習犯だった。時間がね、時間分かってない、自分の時間は合わしきれないっていう。はい、続きまして、はい、続きましてヒープーネームアゴベルト中里さんからいただきました。ありがとうございます。大蛇な十字路からガネコ十字路まで水飲まんで歩けた。いいよこれ、できるよ。
いや、飲め飲め。辛いですよね。辛いです。得意技じゃなくて、無理してるだけ。無理してる。しかも、登りです、これ。登り。ネギ玉なんだろ、これ。登りなんだ。はい、今日得意技なんですけど、マスト得意技。ありますよ。はい。さっきマジックやってらっしゃった。めっちゃマジック好きなんです。嘘でしょ。めっちゃよく言えます。なんかパッとそれにあるので、これとか。よく言えるわ。この、あの後に。カードで。ありますね。お、院長すごいし、あれすごいやし、あ、親指見えてる。いや、本当に本当に。でもビビった、今ビビった、すごい。これ映るからテレビで500円ちょっとやってもらってありますね。あ、でこれがいいかな。いきますよ、いくよ、一瞬だよ。ふわっちゃっちゃっしゃっ、ふわっちゃっちゃっ、お、基本マジックが多いですね。あと大きいマジックもある。今今日パーマ当ててきたけど、一瞬で髪型変える。マジっすか、パーマ当ててきたんですか。3、2、1、はい。おお、パーマはツルツル。パーマはモリ。ありがとうね。あれ、これ3ヶ月前も見ましたよ。今んけ。マジでね。はい、すいません。得意技でした。続きまして、イープーネオトゥーンさん。はい、ありがとうございます。あざす。夕飯の時、バレないように22の分のグル君の唐揚げの B 面を盗み食いできる。ね、どういうこと？B 面ってことですよ、ね。あれ B 面って言えば、この B 面上見えてるところはあるけど、ひっくり返したら食べられてるってこと、ね。これね、酒飲んでたら、あ、俺食べたんだな。あれ B 面って言うの？A 面 B 面。どこが A だば。昭和だな。どこが A だよ。呼び名。はい、ということで時間ですね。マストどうもありがとうございました。ありがとうございました。マジックもありがとうございます。お待ちします。4月13日待ってます。さあ、続いてはこちら、沖縄爆笑伝説パート3だよ。よいしょ。3、ちゃっ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 ちゃ。はい、今週のお題は得意技となっておりますよ。はい、ヒープーネームオレンジ団地さん、ありがとうございます。ありがとうございます。元同僚からある宗教に誘われた。この宗教に入ってからいいことばっかりという同僚の足にはギブスが巻かれていた。いや、骨折れてるやしって言うと、医者から回復が早いと言われた。おー、いや、次の言葉が入ってなかったら遅かったのかな、回復。いや、多分ね、これただのポジティブシンキングだと思うんですよ。ただの。いや、あんま宗教関係ないんですよ。関係ないでしょ。はい、治りが早いか。素晴らしい。キープネームアカンさん。はい、ありがとうございます。ます市場で子供が、わあ、どら焼きだ、ママ、どら焼き食べたい、どら焼き食べたいって、遠くにいた母親におねだりしていた。うん、すると、店のおばあちゃんが、あらん、これは旦那ワークルーと大声で言ったので、それに驚いてビクンとした子供が、ママ、このおばあがなんか必殺技言ってる。走って逃げていった。タナファクロー、タナファクロー、カメハメハみたいな。どんな技やねん。おばあが必殺技言ってるって。どんな状況。タナファクロー、面白いなこれ。続きまして、ラストラストか、ラストか。じゃあ、ヒープネームロコミパスカル大城さん。お、日本で、ね、日本ですね、うん。はい、ありがとうございます。少年野球をやっていた時、武士のターケイが編み出した直視打法は、打つ瞬間に自分で直視って言って打つだけだった。直視打法は、これみんな昔ね、なんか直視、はい、直視、これヒットは打ってるのか、なんかダメージ食らってる感じで、ギュワッとしての間違って、カキカキーンとか刺さった感じがする。なんか直視やな、デッドボールっぽい。これ誰に向けて言ってるの。俺なんか時代の直視はもうこうだからね。あ、そうっす、こんなのとかね、こんなイメージ、はい、直視っていう。はい、じゃあ一旦ごまじゃんで。直視だほうが飛ぶイメージがしないな。直視だほう、あんま名前自体があんま飛ばん感じ。直視だほう、はい、吸い込んでる感じがする。はい、今週もたくさんのメール本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。新たな爆笑伝説の認定、今週はさあ誰でしょうか。元同僚から宗教に誘われたら、こいつが足にギブス巻いてたから、いや骨折れてるやしって言ったら、医者から回復が早いって言われた。オレンジ団地さん、その折れてる時点でおめでとうございます。前置
回避してほしいですけどね。これ入ってからいいことばっかりだよ。回復が早い。回復が早い。回復が早いってなんだもん。じゃあ感想メール、はい、ピコピコさん、木村さんが出演、とっても気さくな方でさらに大好きになりました。これからもナレーションを楽しみに聞きます。沖縄に来てくれて本当にありがとうございます。 いや嬉しいですね。いろんなの全部出してくれましたよね。ひよこまみさん、木村京也さんに読まれた。今日のヒップホップ永久保存版決定。おめでとう。贅沢ですよ。贅沢ですよ。本当にラッキーも、ね、マジでいい、これはいい。はい、ということでじゃあお題いきますか。はい、では、うん、行きたいと思います。来週のお題をお魚でお願いします。一番得意なんですよ。そう、お魚っぽい、魚っぽい、魚だ。はいはい、来週のお題は夢中です。ゴーシュさん、マストさん、最後にマジックよろしく。はい、じゃあマストさんこれ持ってください。はい、じゃあよく見てくださいね、この状態から。ワン、ツー、おお、すごい、俺すごい、俺すごい、ミチさん、ミチさん。